外陰部のアンチエイジングとしてですね、今外陰部の美容形成手術というのが非常にニーズが高まっています。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。このチャンネルがいいなと思ったらいいね、コメント、シェア、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。励みになります。今日はですね、小陰唇の、縮小形成手術とか、なかなか今どんなものっていうふうにね、興味が強くなってきてるんですけれども、その実際とか、副作用とかね、そういうものについては詳しく医師の口から聞いたことがないなと思われる方も増えていますので、そのことについてお話をします。外陰部のアンチエイジングとしてですね、今外陰部の美容形成手術というのが非常にニーズが高まっています。で、美容医療の満足度ランキングって言って、美容医療口コミサイトに寄せられた153,761件、これ2023年3月時点のポイントなんですけど、5点満点でこれはやってよかったよっていうのが5点にして、その人がやってよかったなって思う順番なんですよね。これ9位まで書いてみました。一番、やってよかった美容医療っていうのの、副作用も少ないし、それでもう目的がパンと叶っちゃうので、1位はピアスの穴開けです。で、これに婦人科の形成手術なんですよ。で、男性のね、正規形成って言ったら、主に包茎をね、亀頭の周りの包皮を、手術で取ってくるみたいな、こういう風になるんですけれども、その満足度が 4.45 に対して、女性の性器周りをした時の満足度は 4.5 に、非常に満足度が高い手術であるということなんですね。で、あと、3位がアートメイク、4位植毛、5位が男性の性器の形成術で、次が脇がタトゥーの除去、そして乳首の形成、二重形成と続きます。ということは、絶対数、数としてはですよ、あまり高く、こんな他のに比べるとそれほど多くはないが、やってみて満足度が高い、目に見えて嬉しいとね、こういうふうな手術になってきます。これがですね、外陰部の美容形成の特徴です。で、婦人科の形成手術、女性の外陰部に対する形成手術なんですけれども、主に今日は3つお話ししてみたいと思います。小陰唇の縮小手術、もうこれがね、ぶっちぎりで人気になっています。で、2つ目が大陰唇の黒ずみに対する除去、そして3つ目が大陰唇の形成手術になります。で、これ、女性性器の模型なんですけれども、こっちがおへそ側で、こちら側が肛門側になります。こういう風な形になってるんですけれどもね、ここが陰核を囲む包皮 で、ここの色で言うとピンク紫みたいなの、こう縦にありますね。これが小陰唇、そしてその外側にあるこの赤い部分が大陰唇ということになります。じゃあ、この包皮を剥いたこの丸いところがクリトリスになって、その下に外尿道口があって、でここが膣と、こういうことなんですね。主に、外陰部の美容形成において今人気なのは小陰唇の縮小術ということで、このピンク青、この膣を取り囲むこのひだの部分、これをですね、余った部分を切除してこう縫い合わせて、形自身を小さくしてくる、こんなイメージなんです。なぜそれするんですかっていうと、見た目をやっぱ気にされている人が多いんです。大きすぎるとか、ひだひだが黒いとかですね、左右非対称だったりするので、これをやはり介護を受ける前に、人様に見られる前に、何とかしたい、もしくはですね、新しい彼氏ができましたとか、もうそういうので大きすぎるとか、そういうのを気にしているので思い切ってだとかね。で、小陰唇が大きすぎることによって摩擦が起こりますとか、擦れる感じが嫌です、違和感があるんですとか、 VIO 脱毛が進んできました、こういう社会背景の中で VIO 脱毛をしてしまうと、外性器がそのままもろ外に出て露出してくるということで、あれ、私の小陰唇こんなに大きかったのということで気になってきちゃいましたとかですね、介護をした時に人に見られるのが恥ずかしい、その前に整えておきたいとか、たるみがあるとか、しわしわや見た目がこそげ落ちて、ちょっともうちょっとふっくらさせたいわとかね、大陰唇の形成、こういうふうな理由が挙げられています。
今非常に人気の小陰唇の縮小、まあ、手術なんですね。小さく整えるの手術なんですね。でこの水色と白いあのピンクの部分なんですけれども、ここをですね局所麻酔で切除して縫い合わせて帰ってくる、まあ、こういう手術になってきます。で、ここの時に使う、まあ、局所麻酔ですね、長時間持続型の局所麻酔薬エクスパレル、まあ、こういうものが入ってきましたの で、ね、手術する時に局所麻酔が長時間効いていればですよ、そうすれば局所の痛みそのものもですね抑えられるということ、こういうものが使われるようになってきて、お家帰った後痛くて痛くてたまんないとか、そういうね副作用がなくなってきました。で局所手術で小陰唇の外側の切除になりますね、辺縁の切除になるということはですね、小陰唇の黒い一番黒ずみが気になる部分を切ってくるということですから、黒ずみが改善する、まあ外身のね黒い部分を切ってくる、まあ、こういうことですね。でそれからサイズ自身、小陰唇がちょっとひだがでかすぎるのが嫌なの気になってるという人にとってはサイズが小さくなる、で、まあ、これが目的で一番大きいかな。あとは局所手術で小陰唇だけ手術するので日帰り手術が可能であったり、あと神秘の縫合だけでいきますので、縫縮反根って言ってね、こう縫った後の針の後でこうボコボコができやすい部位ではあるんだけれども、縫合反根のこの神秘だけを縫い合わせる手術の術式の発達によって、まあ、糸の食い込みが少ない、跡がきれいに収まりやすい、まあ、こういうふうな術式の発達があります。しかし、まあ、いい話ばっかりしちゃいけないんですよ、手術っていうのはね。で小陰唇の縮小手術の問題点と現在考えられている課題についてもお話ししておきましょう。小陰唇はこうあるんですけどね、ここを小さく切り揃えると先に黒い、まあ、色素沈着の部分が多いわけだから、その部分が切れて、まあ、黒ずみが減るわけですよね、見た目が。しかしじゃあ小陰唇は何のためにあるのっていうと、小陰唇の下に何があるかっていうことを考えたら分かるんですよね。小陰唇っていうのは包皮で含まれているクリトリスありますよね、その下の前庭、ね、そして外尿道口、そして膣の入り口、ね、ここのところをこう蓋、自分で作る蓋の役割で保湿乾燥させないように、この内部を乾燥させない潤いを保つ蓋の役割がありますよね。でこれを小さく整えてくる、まあこうなるんですよ。一つ知っておかなければいけないのはですね、あの私たちの顔だって若い時は張りがあるけど、シワシワになってきて萎縮してくるじゃないですか。それと一緒で、いやそれ以上にですよ、外生液は使わなければ劣化するんですよね。そうするとその中で何が起こってくるかというと、何もしなくても小陰唇は萎縮縮小する臓器であるという前提なんです。なので何もしなくても手術したからちっちゃくなるんじゃなくて、加齢とともに更年期以降萎縮して縮こまって薄くなる臓器であるということなんですよ。なので若いうちにその蓋だけのところでちょうどいい大きさに切り込みすぎてしまうと、閉経後萎縮して小さくなりすぎるのね。そうすると局所の乾燥であったり、パンツが擦れてヒリヒリ痛いとか、あのおしっこの向きがプシュッと変な向きに行っちゃうとか、そういうことになりえます。なので加齢変化を知らずに若年の人ができるだけ小さく整えてくださいっていう言葉に乗ってですね、そのまま小さく整えてしまうと、後年、まあ、特に更年期以降非常に萎縮しすぎて辛い合併症が出てくるんじゃないかなということも予測されます。なので小陰唇切除術縮小術の問題は切りすぎ問題っていうのが、ね、今大きく問題になってきています。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のクンニ攻め
受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画、ジョイが教える極上の訓示詰め、このうずきに耐えられないへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。